はい、こんにちは、こんばんは、はるきです。今回は先週と今週使っていたカスタム戦術を紹介したいなと思います。で、先週は19勝で、今週は20勝 CF でできたので、まあその時に使っていた戦術を紹介したいなと思います。で、まあこのフォメに限らずかなとは思うんですけど、まあ特に、この戦術でまあ意識をしてほしいことだったり、まあ注意をしてほしいことが2つほど、あるので、まあそれも一緒に話していきながら、まあ紹介をしていきたいなと思います。まあ早速紹介をしていきたいんですけど、この超守備的の4231っていうのを自分は、使ってました。で、まあまず、守備のスタイルがバランスで、幅が40で、深さが65っていうふうになってます。まあ守備のスタイル、ここは、何にしても、何かデメリットがあるかなっていうふうに思うので、まあバランスでいいかなっていうふうに思います。で、幅はまあ大体の、自分のフォメだと幅はやっぱり狭くしてます。まあ中央が空いてしまうと、まあゴールの確率っていうか決定率が高くなるので、まあここは狭め、40でいいかなと思います。で、大事なのが結構深さで、まあ自分も結構ここは迷いながらやったんですけど、まあ65から、高くする方がいいと思います。75あたりかなっていうふうに思うんですけど、まあ自分は70でやってた時に結構やりづらかって、まあディフェンスラインがぐちゃぐちゃになったり、結構あんまり70っていうほど上がってくれないような感じがしたので、前から行ってもディフェンスラインだけが、ちょっと低いっていうので、中盤と、ディフェンスラインの間がちょっと空いてしまったり、してたので、まあ65でも、それはあるんですけど、まあそれだったら中盤ももうちょっと低く、しようっていうことで、まあ65にしました。ここは結構好みなのか、わからないですけど、65から75ぐらいの間で、まあ自分の、あ、これ結構勝ててるかも、まだ比較的勝ててるかもっていうので、調整をしていくのがいいのかなっていうふうに思います。で、ここで、まあ一つ、まあ注意をしてほしいというか、まあ意識をしてほしいことなんですけど、まあさっきも言った通り、やっぱりどうしてもディフェンスラインとこの中盤の間で、受けられたりすることが多いと思うんですけど、やっぱりラインを上げることっていうのは重要です。まあどの方面にも限らずなんですけど、特にこの4231を使ってる時には感じました。結構間延びをしてしまうので、こうディフェンスラインを上げてあげないといけないので、まあラインはなんて手動で、ラインを上げる必要があるのかなとは思います。まあ上げるタイミングだったりとかは、何回か動画で話してるかなとは思うんですけど、まあもう一度言っておくと、まあ相手が、ボールを後ろに下げた時だったり、ボールを横にな長め長めなのか長めのロングキックだったりとかをした時に、まあ横か後ろへのパスを出した時に、比較的ラインを上げるようには自分はしてます。まああのすぐにパスを出されちゃうと裏行かれちゃうとかもあるので、やっぱり相手が、まあ、ゆったりしてる時だったりとか、あのボールを持ってる人が前を向いてない状態、前にパスをできないっていう状態に、結構ラインを上げてコンパクトに陣形を保つようにはしてます。で、まあ、次にオフェンスに行くんですけど、ビルドアップがバランスで、チャンスメイクがバランスで、幅が45で、ペナルティーエリアの進入が5で、コーナーキック、フリーキックが3っていう風になってます。まあビルドアップ、チャンスメイクに関しては、まああんまり好みがなくて、チャンスメイクとかをこうポゼッション、フォワードラン、ダイレクトパスとかっていう風に変えなくても、自分は結構できたので、攻撃できたので、まあ特に変える必要はなかったです。で、まあバランス、ビルドアップの面では結構、まあ前に行ってほしいっていう時もあれば、
ちょっと受けに来てほしいなっていう時もあるので、まあここを何かに固定してしまうと、ちょっとやりにくいかなとも思うので、まあバランスでいいかなっていうふうに思います。あ、で2つ注意すべき2つって言ったんですけど、まあ守備の面では2つで攻撃の面では1つあります。でまあ幅が、45なんですけど、まあ4-2-3-1っていうこともあって、やっぱりキャムとかがいて真ん中に人がいるので、あのめちゃくちゃ狭めるっていうよりかは、まあちょっと狭い、45ぐらいでいいのかなっていうふうに思います。まあいい距離感で、G1 パスが回せるなって思ったのが45だったので、まあここは、40から50ぐらいの間で調整をしてもらえばいいかなと思います。60とかまで行っちゃうとちょっと広すぎるかなと思うので、結構パスカットされやすいような気も、します。でペナルティアリアの侵入が5っていうのは、まあここは何でもいいかなっていう風に思います。まあ5か6かっていう風にしています。でコーナーキックフリーキック、まあちょっと人がいてほしいので、まあ自分は3にしてます。で攻撃面で意識をすることっていうのは、やっぱり 4-2-3-1 っていうフォメっていう以上ワントップなので、どうしても、2トップのように、2人相方が横にいて、そこで横パスをし合うっていう関係時にはいないです。どうしてもこうキャムが後ろから、走ってくる、まあ、そこの2列目の飛び出しっていうのを生かすのが、このフォメになっているので、結構速攻っていう感じはワンツーで速攻みたいな感じは、基本できないです。なので、かつビルドアップも自分はバランスにしてるので、本当にあ無理だなって思ったら絶対に下げてください。ボールを焦って攻める必要はないです。で、あの、まあ、前に紹介をした斜めのスルーパスとかだったりが狙えるときは狙ってもいいです。で狙えないなって思ったときに無理に出すんじゃなくて、まあ、その時にも話しましたけど、あの普通に無理なら出す必要はなくて、で 4-2-3-1 っていう特性上ワントップなので1人しかいないんですよね。なので無理して出す必要はないですし、後ろに下げればいいし、ボランチが空いてればボランチに出せばいい、キャムが空いたらキャムにすぐ出せばいい。でキャムに出して、あ囲まれてるな無理だなって思ったらボランチに下げればいい、サイドにもう一回、戻せばいいっていうので、結構、適当にパンパンつなげ、前でパンパンつないで速攻っていうフォメではないと思います。なので無理なら下げてください。攻撃面は、それだけです。もう無理なら下げる、出せるならすぐに出してっていう感じで、バイタルまで運んでいったら、結構そこで勝負はできるかなと思います。無理につけすぎないっていうことですかね。で、まあ、指示に行くんですけど、まずは、キーパーは、積極的なクロス対応、スイーパーキーパー、まあ、ラインが低すぎることはないの でかつラインを、上げる、手動で上げるっていうことがあるので、結構ラインが高い中で裏とかを取られた時に結構飛び出してくれるというか、また前面のポジションにいてくれるように、自分はしてます。まあスイーパーキーパーとかで、でまあクロスは、まあ今作クロスが強いっていうのもあって、まあ積極的なクロス対応に、自分はしてます。まあここは別にまあどっちでもバランスとかでも、いいかなと思うんですけど、まあ自分はこれでやってました。でサイドバックが攻撃時上がらないステップアップ、両方攻撃時上がらないステップアップです。まあステップアップは結構なんかこのサイドバックとセンターバックの間に、抜けてくる選手とかがセンター、サイドバックが絞って見るみたいなイメージを自分は持ってるんですけど、まああんまりそういう感じはないんですけど、まあ、ポジションにこだわるよりはちょっと絞ってくれてる時はあるのかなっていうのがあるので、まあ、ここはステップアップにしています。で、まあ、センターバックどちらも、デフォルトでさ、ボランチが、片方が攻撃時上がらない中央カバーで、もう一人がバランスオフェンス中央カバーになってます。
まあ右左どっちを上げるかっていうのは正直どちらでもいいかなと思いますし、まあこのサイドのキャムによって決めてもいいのかなと思います。かつ自分がどちらから攻めたいとか、で決めたらいいと思いますし、まあ、あとはボランチの特性、どちらの方が攻撃に向いてるかだったり、どちらの方がボール運びやすいとか、どちらの方が守備力高いとかっていうので決めたらいいと思います。まあチアゴとビエラだったら、ビエラを攻撃に参加させるよりは、チアゴを参加させる方が良くて、守備で守ってくれるのもビエラなので、自分はこういう設定にしています。でサイドのキャムはペナルティエリアでクロスに合わせる、ディフェンスに戻るで、まあどちらも同じ感じです。まあディフェンスに戻るは、した方がいいかなとは思います。まあ先ほど言った攻撃で無理なら下げるって言ったのは、特に前線に張るっていうことをじゃないからだと思います。カウンターに行くときにこのサイドのキャムが結構下がってる時もあるので、攻撃枚数がそもそも取った時に前に送って少ないっていうのも、あります。だから、まあ、この2人しかいないみたいな感じになってるんですよね、 ST とキャムしか。なのでまあ無理して攻めるよりかは普通にもう一回立て直して、無理に攻める時もあってもいいと思いますけど、無理して下げる、ここがサイドがいないので、いないというかちょっと低めの位置に戻ってくれてるので、まあ、ボールを持った時の速攻っていうのはこの2人だけになってしまうかなと思います。でまあベグを使ってるからこうペナルティエリア内にクロスに合わせるっていうわけではなくて、まあ自分はここが、ベグじゃなかった時もこの設定でやってました。でまあクロスっていうだけじゃなくて、こうバイタルに来た時に中に入ってくれるんですよね、中への走り込みをしてくれるとかっていうのは多分これだと思うので、まあこれはペナルティやれないでクロスに合わせるでいいかなとは思います。で中に入りすぎみたいなのを思ったらバランスでもいいと思います。ちょっと中に来すぎて邪魔やなって思ったら、まあここバランスでもいいと思いますけど、自分は中に入ってきてほしいって思う方が多いので、これはクロスに合わせるにしています。でキャムはディフェンスに戻るだけです。他はデフォルトです。まあここを自由に動くにしてもいいんですけど、自由に動くにしたら本当になんかすごいサイドとかに行ってるんですよね、ボールを取った時に。ボールを取った時にすごいサイドとかにいるので、やっぱり中央 ST しかいない中でこう ST の補佐をする意味合いで、ちゃんとここにいてほしい、ちゃんと真ん中に位置してほしいっていうことで、まあ、ポジションにこだわるにしてます。でディフェンスに戻るはまあディフェンスに戻るで、サイドのキャムよりかは、戻りはしない、一応ボランチもいるので、サイドのキャムよりは戻る、位置が高いんですけど、戻りすぎないんですけど、まあ一応、ここは戻ってほしいなっていう時もあるので、まあディフェンスモデルにしてます。まあ手動で戻すことが多いかなとは思います。で ST は、前線に張るのみです。他は全部デフォルトになってます。まあ裏抜けでもいいんですけど、まあこっちか、裏抜けでもいいんですけど、まあ裏抜けじゃなくても、裏抜けをしてくれますし、普通に足元で受けてほしいなっていう時もあるので、全部が全部裏抜けっていうよりかは、バランスっていう方がいいかなと思います。で先ほどここがディフェンスに戻るで、戻ってくれるっていう風に言ったんですけど、まあここだったり特にこのボランチとか、先ほどディフェンスラインが低いどうのこうのって話もしてましたけど、この中盤を戻す、まあ、ST もそうですけど、この全体的に前線中盤をしっかりとプレスバックをしてあげるっていうことが大事です。これ3つ目の、意識をすること、特に 4-2-3-1 で自分が意識をしてたことです。やっぱりここがディフェンスラインが、低かったりする時も、やっぱりゲームの仕様上あったりするので、前中盤そしてボランチをしっかりと戻しながら、
時間をかけて、奪うっていうことをしないといけないです。ここディフェンスと、特に中盤ボランチとディフェンスラインの間にボールをつけられた時に焦ってこうなんていうんですかね、センターバックディフェンスラインで動かしてバーっていって、そしたらマジで守れないです。この場面は特に多分そうかなと思いますし、ここをしっかり戻してあげないと。だからここでなんていうんですかね、センターバックのラインとボランチのラインの間でボールを受けられた時も、受けられて前に運ばれてても自分はボランチで追いかけてます、後ろから。でボールがちょっと離れたなって思った時にセンターバックとかこうディフェンスラインで絞って対応する、奪い切るっていう風にしてます。なのであここの間で受けられた、まずいボール運ばれてるって思ってもちゃんとボランチだったりで戻してください。ボランチにカーソル当てて戻って守備をしてください基本は。でボールがこうちょっとトラップ乱れたなとかって思ったらタイミングを見計らってセンターバックで奪ったりっていうのがいいと思います。最初からやばいってなってセンターバックでバーンって突っ込むと本当に守れない。特に4番だったらボランチは戻ってこないので、本当にここの、ボランチだったり中盤も、プレスバックっていうのは非常に大事、守る上で非常に大事かなと思います。特にこの褒めでは、自分は特に、まあ何回も言いますけど特に意識をしました。ボランチとセンターバックの間だけではなくて、ボランチとこのキャム3枚の間で受けられた時も同様です。まあセンターバックほどボランチを動かすなとは言わないですけど、基本はやっぱりこの3枚間で受けられたらこの3枚で、ちゃんと後ろからプレスをかける、そしてタイミングを見計らってこの2ボランチで当たる。特にこの間で受けられた時はこう前の選手を戻すっていう守備、プレスバックを意識した方が、守れますし、それを意識しないと本当に崩れてしまうかなと思います。まあこんな感じで、まあ自分は 4-2-3-1 を使って、まあ、こういうことを意識しながら、やってました。まあ少しでも、参考になればいいなと思いますし、まあぜひ、使ってみてください。まあ、あとは意識を、したことも、まあ、ちょっと頭に、置きながら、まあ、勝てるように、なればいいかなと思います。それでは今回はこれで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録高評価お願いします。それではバイバイ。